モノログチューブだぜ。皆さんこんにちは、モノログです。マリサだぜ。この動画では私モノログが実際に使ったグッズたちをレビューしていきます。実際に使ったものを紹介するんだぜ。衝動に任せて購入したグッズたちをユーザー目線で紹介していきます。今回紹介するのはこちらになります。ローローマウンテンワークスのバイクンハイクバッグになります。これは何なんだぜ。自転車のサドルバッグになります。私は主にロードバイクで使用しています。サドルバッグって何なんだぜ。自転車のサドルにつけるバッグになります。ロードバイクなどのスポーツ用自転車には荷物を入れるカゴがないため、リュックサックなどのバックパックを背負うか、サドルバッグやフレームバッグのように自転車に装着するバッグが必要となります。確かにロードバイクにはカゴがないんだぜ。でも荷物なんかほとんどないんだぜ。そうではないということができます。ロードバイクでは常に携帯しておいた方がいいグッズというものがあります。自転車ではトラブルが起こっても対処する必要があるので、ツールセットやパンク修理用の道具、予備のチューブを携行している人が多いです。それらを入れるバッグが必要となります。それだけなら大した量がないから小さいバッグで十分なんだぜ。実際にサドルバッグにはツールを入れる程度のサイズが多いです。私も普段はそういうサドルバッグを使用しています。じゃあバイクンハイクバッグはどういう時に使うんだぜ。荷物が多い時に使います。近所のサイクリング程度であればツールセットと予備のチューブで済みますが、遠出する場合には輪行バッグなども念のため携行するため、荷物が多くなるということができます。バックパックを背負うという選択肢もありますが、背中が汗をかいたりするのも不快ですし、何より体に何もつけない方が自転車を漕ぐ時に体が楽なので、容量の多いサドルバッグが便利になります。容量の多いサドルバッグは他にもあると思うんだぜ。こいつは何がすごいんだぜ。このサドルバッグはバックパックにすることもできます。え、さっき自転車乗るときはバックパック背負いたくないって言っていたんだぜ。自転車に乗っているときにはできればバックパックを背負いたくありません。しかしサイクリング中は常に自転車に乗っているわけではなく、食事にレストランに立ち寄ったり、お店や観光名所に寄ることもあります。その時に普通のサドルバッグは自転車につけたままにするか、手で持って持ち歩く必要があります。このバイクンハイクバッグはバックパックにもなることで、自転車を降りた時にも快適に過ごすことができます。また自転車を降りた時に持ち運ぶので、財布なども入れておき、走行中にポケットに入れておく必要もなく、自転車に置き忘れることもありません。自転車に乗っている時だけでなく、降りた時も便利なグッズなんだぜ。そういうことができます。でも、装着や取り外しに時間がかかるんだぜ。基本的には、それほど難しくありません。この部分をシートポストに固定して、さらに、このストラップをサドルレールに回して締めれば装着が完了します。それは簡単なんだぜ。ただ、私の場合は、普段使っているサドルバッグが、トピークのクイッククリックのサドルバッグのため、すでにサドルレールには取り付け用の金具がついています。隙間にバイクンハイクバッグのストラップを通すこともできるのですが、少し手間がかかります。このため私は余っていたトピークのサドルバッグ側のパーツを使って、こういった金具を作成し、サドルレールに通す用のストラップにこの金具を取り付けることで、バイクンハイクバッグをトピークのクイッククリックと共通で装着できるようにしています。ワンタッチで装着できるようになったんだぜ。これでコンビニなどのちょっとした停車時でも手間をかけずに付け外しができます。ただこの金具は自作であって、メーカー推奨の仕様ではありません。自己責任なんだぜ。またバッグ自体が柔らかく、取り付け時に安定しないため、内側にプラ板で型を作成して、自転車装着時の型崩れを防いでいます。ちょっとした工夫なんだぜ。このバイクンハイクバッグには、トピークのサドルバッグがそのまま入るので、普段のツールセットや予備チューブなどを、トピークのサドルバッグに入れたまま、入れることができます。移し替えることがないのは便利なんだぜ。しかも、旅先でお土産を買った場合は、トピークのサドルバッグを取り出して、自転車に取り付けて、バイクンハイクバッグをバックパックとして背負うことで、容量を増やすこともできます。
急な荷物にも対応できるんだぜ。実際にはどれぐらいの荷物が入るんだぜ。8から10リットルの容量なので、自転車のツールや予備チューブ以外にも、輪行道具一式や、レインウェアの、モンベルバーサライトの上下を入れても、まだ十分にスペースがあり、一泊分の下着程度なら入れることができます。宿泊のある自転車旅行にも対応できるんだぜ。このサドルバッグを使っていて、いまいちな点はないんだぜ。特にありませんが、バックパックにする際の、肩紐が、デフォルト状態だと細いため、オプションのマウンテンキットを使用した方が良いということができます。これで普通のバックパックのようになるんだぜ。というわけで、今回は、ローローマウンテンワークスの、バイクンハイクバッグについて、紹介しました。ちなみに、このバイクンハイクバッグは、品薄状態が続いていて、私が購入した時も、大変苦労しました。欲しいと思っているなら、見かけたら即買いした方がいいんだぜ。皆さんも、ロングライドの時に、大容量のサドルバッグに、荷物を入れながら、ゆっくり走っていってね。この動画が気に入ったら、チャンネル登録をお願いします。関連動画や、新しい動画が見つけやすくなるんだぜ。高評価も励みになります。Twitter でも更新の告知をしていますので、フォローもお願いします。よろしくお願いするんだぜ。